はい、皆さんこんにちは、森蔵です。ついにですね、ツインフックの回になってまいりましたね。引っ張るだけ引っ張って何を話すんだというぐらいに、ツインフックの動画なかなか上げないなこいつって思われた方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、まあ話すことはたくさんあります。ツインフックに関してナレソネとか、まあツインフックのこの詳細機能についてだとか、まあさらにじゃあメリットになる部分とか、まあさらにその先のいろんなお話とか、まあいろいろあると思うんですけど、まずちょっと順を追って説明していこうかなと思うのが、ツインフック、まずですね、この現物ちょっと一回見てみますね。はい、これ現物です。はい、こんな感じです。スプリットリングに、これ30フックなんです。これ当選オリジナル、当社オリジナルの、今、後ろでこの売ってる、この棚にある、このオリジナルフックです。のツインフックです。で、こちらが、スタジオオーシャンマークさんから出てる、オーシャンツイン。っていうこのね、ツインフック、これ両方とも同じような仕組みでできてます。で、今見ていただいて分かったと思うんですけど、この抱き合わせの状態を、基本的な、ポジションに置いた針となります。はい。で、この要は、ツインフックっていうのは、シングルフックが2本ぶら下がっているので、正確に言ったらシングルツインという表現になっている、なるのが正しいかなと思います。まあ、シングルフック2本をこうやって、リングにつけてぶら下げることによって、このね、2本の抱き合わせをキープするっていう感じです。で、この施工の段階で、実はですね、この針、この抱き合わせが絶対に崩れないように作られてます。こんな感じ。どうやって振っても同じ方向に向かない。で、僕はこの2本の針をツインフックって呼んでるんじゃなくて、さっきも言いましたけど、このね、抱き合わせの状態をキープできるシングルフック2本をこうやって合わせたことによる、針の話をツインフックと呼んでます。だからよく、まあ、抱き合わせにしても、例えば、まあ、これちょっと無理やり向けちゃいますけど、こうやってね、2本の針が同じ方向を向いてたりするときあるじゃないですか。これはね、僕あんまり推奨しません。なんでかっていうと、ルアーのバランスめちゃくちゃ崩れちゃうんで、できれば、この状態。これ今話しただけでね、こうなるでしょ。これどんな風にひねっても、こうやって戻せば必ず抱き合わせになる。これがツインフックシステムです。はい。僕がその推奨するツインフック。これはもうこの当社で言ってる、この針と、このスタジオオーシャンマークさんのオーシャンツイン以外には、今のところ多分ないんじゃないかなと思うぐらい、まあないっていうかね、要はこのシステム自体が、ない。同じように抱き合わせができる針はあるかもしれないんだけど、このシステムで作ってる針は多分他にはなかなか見当たらないかなっていうのが、このツインフックの特徴です。で、実際にこの結び方、ちょっとね、この施工の仕方にミソがあって、これね、物理的にこの形がね、崩れることないんですよ。まあ、いろんなね、例えばトラブルが起きて、何かしらの原因でそういう形をキープできないことが起きたら、この抱き合わせはできなくなるかもしれないんだけど、この針は、絶対に抱き合わせに戻る仕様になってます。絶対抱き合わせに戻ります。これ何回も振ります。ほら、こんな感じ。必ず抱き合わせのポジションにキープできます。だから、要は、この抱き合わせのキープが常に安定していることによって、何が起こるかというと、結局、針の左右の対象が、まあ、水流を受け流す上での、最もその安定する、形かなって僕は思ってて、まあ、それをまあ、実はその、昔シングルフックを研究してる時に、スローピッチジャークの、針が、ちょっと長めのね、3センチくらいのアシストラインに抱き合わせの状態で、作られてるのを見て、あ、この形を、あの針を真似したっていうか、あの形をちょっとね、フューチャーして、この形をこのプラグ用に、短く作れたら、トリプルフックみたいな安定感が出せるんじゃないのかなと。で、前日した通り、前回の動画のシングルフックだとか、前々回の動画のトリプルフック。トリプルフックの利点のアクションの出しやすさと、フッキング率の高さ。で、シングルフックの、ね、この一本の針がしっかり刺さるバレにくさだとか、その完璧に刺さってくれるような、そういう性能ですね。で、ただし、合わせていくのはすごく難しいっていう、この概念を、この、まあ、要はシングルフックを2本こうやって抱き合わせることによって、両方のメリットをいいとこ取りできるんじゃないのかなっていう概念で始まったのがこのツインフックです。なので、例えば、まあ、実際に、まあ、これ実際使い始めた時っていうのはもう、もう何年前だろう、7、8年前だと思うんです。7年前かな ?7 年前ですね。に作ったんですけど、ね、僕のすごくね、もう盟友と言えるようなね、某田中さんっていうね、人がいるんですけど、某田中さんと、ちょっとね、話した中で、この形を、模索しました。はい。お客様でね、よく会長っていうね、呼ばれてる方なんですけど、会長のね、おかげでこの形ができました。はい。ちょっとね。で、その後に、ちょっとお客様のいろんな、話を聞きながら、結び方の工夫したりだとか、
抱き合わせをキープするためにはどうやった形を作ればいいかとか、いろいろ研究した流れで、まあ実際に僕の作ったものをお客様に使っていただいて、テストする形になってしまいますけど、それもお客様が楽しんでやっていただいて、まあお互いが楽しめる中で進んでいったのがこのツインフックシステムです。はい。この抱き合わせキープ。ほら、こんな感じ。どんな風に振っても必ず抱き合わせに戻る。ね、戻るでしょ？どんな風に振っても必ず抱き合わせに戻るんです。これがツインフック。で、この抱き合わせの、キープすることがどんなメリットを生むかというと、まあ、簡単ですよね。こういう状態をキープするわけで、ルアーの、このね、これね、まあ、また出てきます。CP1 のね、ライアンです。この中にこうやって、お腹に、側面にこうやって這わすことができるわけですよ。要は、ルアーを動かすときに、針の向きがこういう風に下側にこうやって向くんですね。だからルアー動いてるに対してこうやって、ちょっと上から見た絵になると、こういう感じ。こうやって一緒にルアーと動いてくれるんで、受ける水流が一緒なので動きが安定します。で、この針は本当にそのトリプルフックをつけた時と同じように、まあ大体水晶フック、適合フックと同じサイズを、ツインフックとして、つけていただければ、いきなり動きが出しやすいっていうのがこのツインフックの特徴で、結構動きが出にくいルアーがないんじゃないかなっていうぐらい、ほとんどのルアーにちゃんとマッチングします。はい。もちろん、もともと狙ってる動きとちょっと違ったりする場合もあるんだけど、そこはサイズを変えたり、前と後ろの針のね、バランスを変えたりすることによって、元の動きに戻したりだとか、逆に言えばこの針をつけたことにより新しい動きが出たりすることも、まあそのシングルフックの話でお話ししましたけども、出すことができます。で、この針のメリットの、その、皆さん、泳ぎの安定感っていうものはもちろんなんですけど、このね、抱き合わせの状態っていうのはね、何を狙ってるかっていうとですね、これ実はですね、その安定以外の部分をね、狙ってる部分があって、魚の捕食っていうのは、要は、魚って口の形、まあ、これ、ちょっとね、ここに GT がいるんで説明しましょう。はい。ここにね、GT の、ちょっとね、粘土模型があるんですけど、これちょっとね、ある芸術家の方に作っていただきました。で、お客様が釣られたやつをそのままちょっと縮小化して作ってもらいました。これちょっとね、販売しようかと思ったんですけど、あまりにも作るの大変なんでやめました。やめたんで、ちょっとね、これはただの飾りになっちゃってるんですけど、まあ、すごいね、リアルに作っていただきました。こんな感じで。ほら、すごいでしょ？これ粘土なんですよ。粘土。ね。これお店にありますので、もしよかったらね、見に来てください。はい。ですね。で、まあ、ちょっと話しておりましたけど、要はですね、この針を、作った時に、最もその、フッキングについてこだわったのが、針って結局これ、ツインフックだけど、シルエットの幅はシングルフックなんですよ。わかりますよね？一本の針の部分の、幅しかないから、実質に二本の針がついてるけど、一本の針の幅しかないんですね。で、魚って平面ですよね、口が。口平面。で、こう開けるわけですよね。こう開けるわけです。で、開けて閉じるわけです。だから、こう横になってる口に対して、針先の向きを両方とも、平面にしたかった。まあ何を言っているかというと、こういう風に加えた魚、こうやって針が口の中に入りますよね。入った時に、どっちかに反転するわけです。こっちかこっち。その時に、どっちに反転しても、こんなんつうんだろうな。どっちに反転しても、こうやって針先が捉えてくれる。ちょっとね、粘土なんで、すごくやりづらいんですけど、こんな感じ。どっちに反転しても、必ず、こういうつって、やりづらい。ここもね、僕のね、段取りがあんまりできてない状態で、こんな感じ。こうやってね、針先が両方に向いてくれることによって、必ずどちらかの針先を、GT が捉えてくれる。なんか今変な音がしてますけど、これちょっとね、事務所、結構ね、防音設備があんま整ってないんで、変な音してますけど、多分ね、外で自転車の音、ブレーキをね、ちょっと坂道なんで、ブレーキを、ね、握ったまんま、すごい音を立てて降りていくおじさんがいるんで、多分おじさんだと思います。ちょっと話またそれましたけど、まあ、要はこの両方の針を、口の中に刺す。右か左の、口に刺すための、管理に刺すための針と言っていい感じです。もちろん、例えばトリプルフックのように口の外にかかったり、もうするんですけど、主にやっぱり口の中に入れたい針となります。じゃあ、それを踏まえた上で、今回の動画1本目からちょっとおさらいしていきましょう。はい、アクション。アクションを、その魚の都合に合わせることによって、夏の GT の攻略をしましょう。夏の GT は、ベイトがちっちゃくなる傾向が宮古島は多いので、ちっちゃいベイトに合わせたアクション、スロー、ワンピッチのね、ゆっくりめのアクションの方が乗りが良くなります。で、その時に、ゆっくりめのアクションをした時に、やっぱり針のセッティング決まってないとなかなか、ワンピッチのアクションをスムーズに出すことができない。だから、やっぱりアクション。を出すための針ですね。
はい、これ安定します、この針使ったらね。これオーシャンクリーンもそうですけど、こんな感じ、常にこうやって抱き合わせがキープされてます。まあ要は今ですね、ちょっとこういう風になっちゃった状態で説明した時に、これルアーのお腹についてたらもうね、一定方向の水流だけ受けちゃってこっち側逃がしちゃうんですよ。そしたらね、ルアーは受けた水流方向に曲がる傾向が強くなっちゃうから、やっぱりね、抱き合わせがキープできる状態、常に抱き合わせに戻る状態をキープしなきゃならないっていうのが、あります。はい、これがまあオーシャンツインとこのツインフックね、システムの特徴になります。はい、で何話したっけ、そう、そのアクションを出しやすいっていう安定感ですね。はい、で2本目の動画、びっくり合わせに関して、でこれはもうびっくり合わせからそのロットを立てる話、3本目の動画のロットを立てる話につながる、全部これつなげちゃって話なんですけど、もう全部ひっくるめて話しますね。要はまあ出た魚をすぐ合わせると、これ針関係ありません。はい、すぐ立てるとバレちゃうのも針は関係ないです。はい、びっくり合わせ、早く合わせる行為、魚がしっかりとルアーをしっかり加えて反転した向きになるまでは合わせる必要はないで、まあ、なおかつそのロッドを立てるタイミングも魚がしっかりと引っ張り切るまではロッドを立ててはいけないっていうのは、これはもう針の前提は全く関係がないので、どちらかというとこの段階で要はしっかりとかける動作を行うことによって、この後針の効力が生きるっていう概念になりますので、そこはご注意ください。はい、なので2本目3本目の動画をまだ見てない方いらっしゃいましたら、ぜひねこれ見てください。あ、でちなみにですね、この動画もうこのタイミングでもあれなんだけど、シリーズ化しております。実はこれ6本目の動画になるんで、まあ6番のマークついてるか分かるかと思うんですけども、1本目から5本目まで全部見ていただけるとこの話につながってきますんで、できればね、その話見なくても、この1本で分かるようにはお話ししようかなと思ってるんですけど、一応ですね、見ていただいた方が内容伝わるかなと思いますんで、ぜひぜひ、この動画見終わった後にでも見ていてください。はい。ですね。で、次、ですね。で、トリプルフックの話につながります。4本目の動画はトリプルフック。トリプルフックは、要は、刺さりがすごく良くて、ルアーのアクションも出しやすい。はい。っていう部分で、なんだけど、口の中に刺さりづらいから、どうしてもその外にかかりにかってしまうこともあるんで、できれば僕はその口の中に刺すっていう、なるべくバレにくいしっかりとしたフッキングをしたいっていうのがやっぱあるんですよね。これはどんな形にせよやっぱ釣りたいっていう思ってる方もいれば、やっぱりそのスタイルにこだわってしっかりとしたファイトをしたいっていう方もいらっしゃいますし、で、僕の場合は、結構その、あるコツを用いることによって、結構このツインフックでもしっかりとしたフッキングを毎回毎回得ることができるんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、それを実行してるんですけど、まあそれがトリプルフックの、利点を、このアクションの出しやすさとフッキングの、しやすさを、これを両方とも凌駕してます。はい、一応ね、それをしっかりとね、この要は三角形のね、三つ股の針でももちろんかかるんだけど、横向きの針だと口の中で入った時に反転時必ず両頭力の感じに捉えてくれる。まあそれはこういう動きをしても、どんな動きをしてもだいたい水中にいるときはこの向きを維持してるからっていうのがあります。魚の反転力でね、すごいこのね、針ね、完全に刺すんで、結構ね、やっぱ、この針で魚を釣るときの缶抜きに入る率っていうのは、おそらく8割ぐらいじゃないかなと思います。で、さっきも言いましたけど前提として、2本目、3本目の動画を見た後に、フッキングの話、スムーズなフッキングをしたっていう前提ですよ。これ、ただのバイトに対して全て言っちゃうと、そもそもバイトに対してヒット率って2割もないわけですから、8割はキープできないんですけど、しっかりとフッキングに至った段階では、8割が完璧に刺さります、この針。はい。っていう針です。それやっぱ狙ってますからね。まあ、まさに、それがこの針のコンセプト的な部分ではあり、まあ、これはコンセプトフックである、はい、お話になりますね。でですね、シングルフック。まあ、これもシングルフックが2本ついてるというお話をしたので、シングルフックの利点もこうやって使えますよと。で、シングルフックのように1本の針をつけた時に合わせるのが難しいっていうのも、この2本の針を抱き合わせのキープできることによって、解消できますと。だから最初の、このツインフックを買ってきてもらって、自分の持っているルアーにつければ、大体ルアーの動きは出ます。はい。出るので、そこは、まあ、左右のバランスをちょっと微調整したりとかすることによって、ルアーのアクションも少し変えたりとか、良くしたり、のめっとしたりするのもできます。それはまた別の動画でお話しします。そのセッティングの方法とかもあるので、それはまた別の動画でお話しするんですけど、今回、それを、お伝えしたかったな、というのが、そういった理由になります。で、他にもですね、一応いろいろメリットあるんですけど、まぁ、ちょっとね、今、もう15分くらい喋ってるんで、一回ね、別の話しようかなと思うんですけど。で、ツインフックですね、今ですね、やっぱり使ってられてるお客様は、うちのお客さんの4割ぐらい
ね、前も話しましたけど、4割ぐらいのお客様です。で、一回使って、やっぱり、しっかりこの新フックのシステムを理解されて、感激に刺して GT 上げている方っていうのは、もう新フックを大体使われていることが多いです。ただし、一つだけ、そこはね、ちょっと厳しい話になっちゃうんだけど、ここはちょっと言っとこうかなっていうのがありまして、はい。実はですね、このツインフックにとってのメリットをもう一個ね、後で隠し玉がもう一発あって、すごいね、これはね、大事な概念なんだけど、ここは絶対お伝えしなきゃいけないなって思うので、最後の方にお伝えしようかなと思ってるんですけど、ちょっとこのブレイク中に話する内容がちょっと手厳しい話になります。はい。どんな話かというと、なんですね、シングルフックにしても、ツインフックにしても、トリプルフックにしても、それをね、使うのは皆さんの自由ですし、はい。すごくね、そこは全然どれを使われてもいいかなと思うんだけど、トリプルフックを使ってるからためにシングルフック、ツインフックを否定したりだとか、シングルフックを使ってるからトリプルフック、ツインフックを否定するのはやめた方がいいんじゃないかなと。もうここでちょっと動画切られちゃうんじゃないかなって思うような話を今してる。あえてしてます。はい。もう低評価ボタン押してもらってもいいですよ。だけど、できれば、すべてね、積み上げましょうよ。結構ね、0か100かで考えちゃう人がやっぱ多くて、自分が使ってた針がうまくいかなかった。それが例えばシングルフックだったになかなか乗らなかったから、トリプルフックに変えてね、一発目で乗ったから、もう、トリプルフックがいいと。で、今までシングルフック使ってた自分っていうのもいたわけじゃないですか。それって実は実績だったりするわけで、これまでの経験値になるわけですよ。で、その経験値を捨ててまで、シングルフックを否定するようなことをやっぱ言ってしまう人が多いんですよ。トリプルフックを使って結果が出たから。じゃなくって、例えばそういう逆もありますよね。逆もあるんだけど、要は、トリプルフック使って全然乗せらんなくって、で、ツインフック、シングルフック使ったら、しっかりとかかって、もう、トリプルフックのことを否定しちゃうみたいな。じゃなくって、すべて経験値で、ケースバイケースなわけですよ。別にね、すべての針、ちゃんとみんな釣ってるんだから、あれがダメってないわけですよ。例えば、その3種類の中のどれかが、一発も釣れてないとか、いうのが、もし1種類でもあれば、それは確かに、あんまり考えたくないコンセプトかもしれないんだけど、どれもね、魚の釣るっていう結果が出てるわけだから、多分どれも使い方によってはちゃんと使えるものなわけですよ。はい。中で、どれかを使ってるから、どれかを否定するっていう概念は、ちょっとね、あんまり良くないのかなって気がします。簡単に言えば、自分の、使ってる、針の積み上げ、概念を積み上げるために、他の針を掘り返してはデメリットを探してるみたいな、そういうやり方をしてる人はやっぱ実際ちょっと多いなっていうのが、あんまり言っちゃいけないんだけど、多いなっていうふうに思います。じゃなくて、全部積み上げていきましょうよ。できればね。トリプルフックも、ツインフックも、シングルフックも、経験値なんだから積み上げていけばいいじゃん。別にね。なんでわざわざ自分が選んだことを正当化するために他のものを掘り返してまでデメリット見つけてくるかなって思うんですよ。で、デメリットっていうのは、全部個人の主観です。はい。メリットはね、実際起きた現象でいいことなんだけど、デメリットって、皆さん個人の主観なんですよ。はい。で、デメリットっていうのは、誰かが作ったものです。はい。そんなのね、実際ね、あるけど、ほぼないです。と僕は思ってます。特にこの、針の話に関しては。はい。なので、エビデンスがあって、これは絶対こうだからダメだから、だから結果がゼロなんだって言えるものがあれば、それは確かにデメリットかもしれないけど、デメリットってみんなの主観なんですよね。はい。誰かの主観なんですよ。誰かが作った話なんですよ。だからそれを、なるべく言わないでほしいなっていうのがあります。みんなで積み上げていけばいいじゃんっていう話なんで、そこだけちょっとね、ブレイクなのにね、全然ブレイクできてないね、話をしましたけどね。あ、ちなみに、そうだ、ダブルフックとツインフックのね、話をね、解説しますっていう話をね、前、ツインフック、ちょっと触れた時にしたんですけど、ダブルフックって僕、要は1個のリングに、2本の、針が、要はジギングの針みたいな感じのことを僕はダブルフックって呼んでます。これは僕の呼び方なんで別に、世間一般がそう呼んでるわけじゃなくて、僕の言い方でダブルフックとツインフックの区分けしてます。だからダブルフックは僕ね、使ったことないんですよ。だから、あれもチャレンジしてみたいなと思うし、ちなみにオーシャンツインでは、その、
ティスターさんが開発したそういうダブル仕様の針っていうのも出てるので、それでなんかね、今年はすごいクロマグロの直感も出てるらしいんで、それはそれですごいいいコンセプトだと思うんですけど、僕自身がまだ使ってないから何も話せないっていう感じです。なので、あれはまた別の機会に自分がちょっとね、興味を示した時に、これはって思うことは、まあ、例えばやっぱ GT がメインになっちゃうから、今のところ GT にはダブルフック必要がないかなっていうのがあって、使ってませんけど、ちょっと長めの針使ったりすることがあったりとか、このアシストラインがね、抱き合わせをキープしてるので、長めのラインを、ね、使ったりはするので、そういうのも含めて、今後のちょっと課題として、やっていこうかなと思ってます。はい。なので、まあ一応、そんな感じです。で、さっき話しました、この裏設定のツインフックのすげえメリットが一個あるんですよ。これですね、ちょっともったいぶって申し訳ないんですけど、ちょっとね、さっきのライアン、もう一回見てみましょうか。これね、ライアン、ほら。これボロボロでしょ？これボロボロ。すごいボロボロでしょ？でね、ここら辺にもほら、歯型ついてたりとか、そういうわけです。あとね、これね、僕がね、スリランカに行った時に使ったね、ゾロ。これもほら、すごい歯型だらけでしょ？めっちゃ気づいてるじゃないですか。あとね、これね、よく最近僕使ってるスネコンの220、ブルーブルーさんのね。主にこの3本が僕のね、結構フェイバリットルアーなんで、最近ちょっとね、スカイグレーさんのルアーも気になって使ってますけど、まあ一応これがね、一番対応してるルアーです。ただ、まあ対応してるってことは、それだけ、まあ魚も釣ってるし、それだけ投げてる回数も多いんですけど、今見てわかりました？これね、フックサークルゼロなんですよ。ゼロですよ、ゼロ。ほら。全くないでしょ、フックサークル。これも、ライアンも見て、ほら。針の跡ないでしょ、針の跡。ほら。これゾロは多分確かに8日間投げ続けました。スリランカで。新品で持ってって、めっちゃね、バイトがあって。まあ、僕の腕が悪かったんで、これで釣った数そんな多くなかったんだけど、バイトはめちゃくちゃありました。はい。だから、針傷、全然ないんですよね。これが、裏設定の全力の、すごいいい特徴で、この針ね、フッキング率高くて安定性、ルアーの安定度も高いのに、さらにフックサークルがつかないんですよ。まあ、要はですね、これシングルフック4本だから、シングルフックのまあ、実質簡単に言えば2倍の値段するわけですね。値段はちょっと高いんだけど、例えばですよ、1本9000円のウッドルアーを買った時に、針傷で、長期、ね、まあ、例えば CB1 だったらすごい今ね、塗装良くなってるんで、トリプルフックでもほとんど傷つかなくなってるっていうのもあるんで、余計その、傷がつかないんだけど、まあ、例えば、歯型とか、まあ、バイトした時の、なんか、そう、擦れだとかっていうので、ルアーに傷がつくのって受け入れられるけど、やっぱり針でね、傷がついちゃって、ボロボロになっちゃうっていうので、まあ、例えばプラスチック系こういうね、樹脂とかプラスチックのルアーは、まあ、ウッドじゃないから、穴開いたって別に水も入んないし、ね、性能は維持できるんだけど、ね、でもウッドはその、どうしても水が入っちゃったりすると、若干沈みになっちゃったりとかするんで、性能の維持がなかなかできなかったりするじゃないですか。だからそれを、やっぱりね、針の値段はちょっと高くなっちゃうんだけど、これを維持できるって実はすごいメリットだなって僕は思ってて、やっぱりですね、買ったルアー、ね、ゲットしたルアーが長く使えるってすごく大事だなと思うし、実際やっぱり人気のあるルアー、釣れるルアーっていうのはなかなか手に入んないルアーが多いわけですよ。それをやっぱり現場で使いこなす、使い倒すってなった時に、やっぱりですね、メリットになるのは針の傷がつかない。うん。傷がつくのはバイトのみ、魚の歯型のみっていうのが理想なんじゃないかなって僕は思います。なので、このツインフックでぜひおすすめですので、ぜひぜひ使ってみてください。これがね、最後に言いたかったお話なんですよね。はい。ただですね、まだいっぱい、ツインフックの話したいんですけど、もうね、多分1時間ぐらい動画超えちゃうんで、2時間、3時間でも居酒屋レベルの会話になっちゃうので、もう今日はね、ここら辺にしとこうかなと思うんですけど、またいずれね、このツインフックの話と、あとさっきね、ツインフックでちょっと動きのね、出し方、ね、例えば、どんな動きの時にこうしたらこうなるよとか、そういう動きの話とかはまた別動画で、やれたらいいなと思ってるので、まあ、その時でもね、お話ししようかなと思ってますんで、はい。なかなかなりましたけど、はい。あともう一個ね、ちょっと補足。めっちゃ補足。これね、収納がめちゃくちゃ楽。このツインフック。こういう針なんで、まあ、一本ずつね、しっかりとこうやって包んでもらって、で、できればアシストラインなんで、全部ぐちゃぐちゃに混ぜて入れると、お互いの針同士がこうやって絡み合って、アシストライン傷つけてしまう。だから、たまにね、気づいてる人いるんですよ。自分の針で刺しちゃって。ルアーとか全部ぐちゃぐちゃに入れといて、こうやって取り出したりとかするのね、やめてください。もう P ラインと同じなんで、これ、アシストラインで。傷ちょっとついただけでも、魚買ったら消えちゃいますから。
まあこれデメリットといえばデメリットなんだけど、まあね、その管理の仕方はもうちょっと慎重にやった方がいいかなと思います。そこはちょっとね、注意してください。はい。ですね。なので、はい。で、収納が、できれば、なんかね、例えば、ちっちゃな、ね、チャックのついてるビニールかなんかに入れるのもいいし、こういう売ってるあのパッケージあるじゃないですか。あれを入れたままにして、例えば、100均に売ってるような、なんかこれぐらいのちっちゃな薄いポシェットみたいなのね、あるじゃないですか。ああいうとこに入れることによって、最後に、ドカッととかね、タックルボックスの上にポンと置いて、フックが収納できる。まあ、トリプルフックよりは、やっぱり収納力もめちゃくちゃ、合理的だし、いいかなと思いますので、ぜひぜひ、それもね、実感してみてください。で、このツインフックに関しては、これは、当選オリジナルの針なので、うちでしか売ってません。で、うちのちょっとね、ウェブショップの限定ページには売ってるんですけども、それはもう、乗船のお客様や、通販ご利用くださってる皆様にのみ、販売させていただいてます。数に限りがあるので、ちょっとなかなかそんなにいっぱい作れないんで、そういう感じでやらせていただきます。なので、もしね、興味があれば、オーシャンマークさんの方の、このオーシャンツイン、これね、これは全国に発売してますんで、もしよかったら使ってみてください。一応、この2種類しか多分、このコンセプト採用している針はないはずなので、もしよかったら、使ってみてください。はい。というわけで、ツインフックの回になりました。もう26分喋りました。26分でも足らないようなイメージありますけども。またね、これで一応6本分の動画全部完走ということで、まあ結構ね、疲れましたけど、結構充実は高いです。まあかなり自己満足の世界なんですけどね、これからも頑張っていろいろな動画やっていきたいと思います。というわけで、明日からまたね、今日はね、4連休の初日だったんですけど、ちょっと今日は出演なかったんで、明日から4連休のね、1日目ということで頑張っていただきます。というわけで、次の動画でまたお会いしましょう。以上です。ありがとうございました。バイバイ。